はい、どうも、妖怪三国志クイトリオズ、今回もやっていきます。ほら漆黒丸ね、ゲットしました。ね、今回はね、今 3.5 周年キャンペーンっていうのをやってて、まあ、こういうね、封印札ドロップがあったりとかね、いろいろね、あるんですけど、サムネでもね、ちょっと紹介したんですが、ここに書いてないのかな、 3.5 周年キャンペーン、まあいろいろね、ウィスパーとかショップ、あとは金貨屋さんができたりとか、高難度チャレンジ半額とかね、アイテムドロップ3倍、これね、かなりいいね。これがいいのはね、今回よく知ったんだけど、もうね、調整の証と玉が超出やすい。書いてないね。そうだ、あと今ね、群馬神の無料会社充電もね、やってたりして、ログインボーナスもね、もちろんあるんだけど、ないね。ここには載ってないんだけど、ツイッターの方でね、まあ、あとサムネにもなってるからあれなんだけど、リツイートすると、リツイート数かける 0.3 の宝珠がもらえるっていうキャンペーンをね、8月2日の13時59分までやってます。今日が土曜日なので、あと土日月曜日午前まであるんだけど、これがね、今ね、リツイートがね、1700K って書いてあるから1700リツイートなんだよね。 0.3 かけたら510宝珠になっちゃうので、最大ね、1000もらえるから、みんなで3400リツイートぐらいすれば、みんなが1000宝珠もらえるっていうね、マックスが1000みたいなんで、なんとかね、あと2日あるんで、なんかね、500もらえるのも嬉しいけど、1000宝珠もらえたらね、500で10連、1000で20連、ね、分になるんで、ちょっとぜひね、私もそうなんだけど、まだちょっとね、リツイートしてない方いたらね、ぜひね、リツイートしましょう。1000宝珠もらえたら、でかいよね。1000宝珠もらえるって分かってたら、もっとね、大胆な討伐戦の、攻略と最後ね、あとこの動画上がってる頃にはまだかな、わかんないけど、これが14時から超アップね、大きい陣、強キャラの大きい陣来るので、私ね、いつもチケットで交換引いてんだけど、チケットがね、ないよく考えたら7月分もう交換しまくっちゃったから、もうないんだよね、4枚しか交換できないんでなんでちょっとね、はい、私はちょっとこのガチャ引くの明日になっちゃうけど、明日になったら8月だからね、今無料ガチャ10連もやってますんでね、毎日ぜひね、ちょっとリツイートして、これ1000もらえると分かってたらかなり本当にいいので、ぜひね、1人ね、100アカウントでも作ってね、はい、リツイートするようにしましょう。8月2日までのね、キャンペーンになります。そしてなんかアップデートとかね、してたね。万里の試練、機能改善。万里の、2日になったらね、万里の試練が、40までね、確か行くようになったりとか、ランクアップイベントがね、始まって、さらにね、パワーアップ妖怪が、今これ調整閻魔闇、調整闇閻魔とか太陽神とかがね、今回のパワーアップ妖怪だったけど、これにね、なんだっけ、あれ誰だっけ、どう忘れちゃった、調整ソルカだ、調整ソルカと、調整曹操がね、またパワーアップしますんで、はい、睡眠打ち消し、超睡眠だったらな、よかったな。はい、8月2日のランクアップもね、楽しみにしたいところですが、ぜひね、ちょっとリツイート改めてね、し直して、
あのね、前回のリツイート、これね、このリツイートにツイッター見るといいねが630もついてんだけど、昔はね、このなんかね、リツイートといいねをね足してなんかいろいろやってくれてたんだけど、最近はガチなんでガチのリツイート数なんでね、今のものだとちょっと半分の500マックスのね500ぐらいしかもらえなくなってしまうので、ぜひね、あのリツイートみんなでやりたい、やってみんなで報酬ゲットできればなと思っております。はい、という感じで初めて妖怪出ましたね。豪傑さん、なんかね、討伐戦本当はね、ダッキさん欲しかったけど、まあ金貨いいの来たからいいかな。討伐戦はね、あと56、57、58、59、60の5セッションになりました。本当はね、ダッキさん強いからね欲しかったけど、ちょっとダメだったな。はい、まあダッキさんね、国取りの中でもいけるし、どうなんだろうね。はい、なんか出ない、群馬神とか妖怪出ねえなって言ったら、さっき天員さんで言いました、ゲットできなかったけどね。あとはね、ちょっと本当最終セッションはね、いいのいっぱいなんだけど、非常に最後みんなすごいので、できたらね59、58、57のこのところでね1個当てれたらなと思うんだけどね、抽選券がね、私もう使い切っちゃったんで、一応ログインボーナスでね1枚もらったんで、1枚はねあるんですけど、はい、まあちょっともう厳しいかなと思ってます。で、あとはね、今回は友達とできたらもらって、イベントのこのミニは20個いらないかな、10個、どっちがいいんでしょうねできたらこれね320万稼いでゲットしときたいな。あと選べる収入国にもね、あの極土の子、私今あげたい気持ちが少しあるので、ミストシャドウが終わったのでね、はい、にもね交換したいなと。あとなんだろうね、あとはまあこの辺は自力でやればいいんだけど、まあねっていう感じですね。うん、であとグマシンたちはね、あんまり使わない妖怪たちなんで、まあ、いつか討伐戦でねゲットできたらいいなと思ってるけど、去年は一体もゲットできなかったな、グマシンな。はい、それなんでっていう感じですね。はい、という感じで、そう、この金貨もね、同じく8月2日の13時59分までになるので、なんか知らないけど無料ガシャ10連を8月13までなんだけど、なんかいろんな 3.5 周年が8月2日までな感じがあるので、ウィスパーもね、ちょっとこれをゲットしたらちょっとないので、ちょっと新しいイベントでねゲットできればと思ってます。ランクアップイベントはね、また別途話したらいいかな。このランクアップコインがね、必ず来るので、はい。新しい妖怪ね、楽しみにしたいと思います。結構、転生、妖怪学園 Y、そして、妖怪ウォッチ、フォーエバーフレームか、という感じ、シャドウサイド？これもシャドウサイドか。はい、という感じで。まあ、シャドウサイド、どうなんでしょう、妖怪学園 Y っぽいなとは思ってるんですけど、はい、楽しみに待ちたいと思います。あともう一個なんか言いたいことあったんだけど忘れちゃったな。そうそう、プレミアムログインボーナスがね、今月宝珠ね使いまくったんで、来月はプラチナランクになるんで、なんでね、その次もプラチナになれるように、8月になった瞬間からまあちょっとね、この金貨集め最後、はい、頑張ってまたプラチナにね、食べるようにしたいかなと思っております。シチューをね、もう一回ぐらい、クリアしたいですかね。結構ね、葉月さんなんか、
あと1個でね、おとつまで行くんで、はい。これでも100、これ100% じゃなくて外したらかなり泣いちゃうよね。どうしてんだろうみんな。89% でやりたいとこだけどね。はい。これで葉月さんも9000、多分戦力いくと思うので、8月中に葉月さんはね、9000いって、もうなんかほんと、ウィスパーも9000いくんで、9000がね、5体になるのかなと思っております。シュテンブルヒとかね、ベニマルもどんどん上げちゃいたいけどね。はい、じゃあすいません、今回こんな感じで、ちょっとね、今回言いたいことはリツイート頑張ろうぜということでした。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録します。それではね。宝珠もらいたいね。リツイート、私4アカウントぐらいやりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。